しながら、ラップ席いいなって思ったりしますよ。なんかそういう大量消費じゃないですけど、そういうところからもうちょっとあの気持ちが入ったものが作れたらなっていうところから多分。
康とかをこう追求していくうちにだんだん食育だと思って、そのやっぱこう詰めていくと水と土だってなったんですよ。うん、水に憧れてたしね。そうですね、うん、で、あの本当長良川つながりっていうと、まあ、板取りは、ね、長良川の支流だけど、はい、まあ、ちょうど中間だよね、うん、やっぱ単純にあのすごい長良川流れてる感じが、その空気感がすごい好きだし、あと、うん、吉田川のやっぱり八幡のあの吉田川も宮ヶ瀬橋ってこのお城が見える橋を通るたびに、うん、こんなところに住めてるんだって、うん、通るたびに思いますね。ちょっと幸せになる。そうですね、うん、川で泳げるっていうのは実はすごいことかなって、うん、ね、うん、やっぱり泳げる川が近くにあるってことは幸せだなって思いますね、うん、日本のど真ん中岐阜県で、またその岐阜県のど真ん中に関市、美濃市、郡上市があります。歴史や伝統文化を昔から全国に発信しとる場所。豊かな自然はもちろん、美味しくて安全な食べ物がいっぱい。子育てには最高ですね。子供が少ないもんで、みんなが可愛がってくれる。先生もちゃんと子供らの個性を見てくれとる。今までは都会に住んどったんやけど、ずっと無駄の少ない暮らしに憧れとったんです。いろんなご縁とタイミングがあって、一生かけて付き合える仕事に出会いました。嫁さんも介護の仕事をやっとって、おじいちゃんやおばあちゃんと関わる大切さや、土と触れ合う気持ちよさを知っとったしね。だから、家族にとっても良かったと思っとるんです。インターネットはサクサクやし、病院やスーパーも車ですぐ。名古屋や岐阜に出るのも遠くないもんで、仕事先も通勤範囲で見つけられる場所。少しずつ移住してきた仲間も増えてきて、楽しみも増えてくばっかです。でもここでの暮らしはスローライフなんてのんきなもんやなくて、やることいっぱいですよ。朝起きて寝るまで自分の手を動かさんと始まらんことばっかり。ただああ生きとるんやなという充実感が確かにあるんです。朝は虫や鳥の声で起きて、夜はフクロウや鹿の鳴き声で眠る。星も綺麗ですよ。この土地のものを食べて、この土地のことを話す。視点や考え方もどんどんシンプルになるんです。この暮らしを未来に残さんとまずいなぁと思うんです。今は本当の贅沢を手に入れた気分です。家族との時間が増えたし、地域の人肌を感じる生活、その上みんながのんびりしとって気持ちがいい。そして何より空気と水が最高やと思ってます。子供らが元気なのはそのせいなんやろうな。ここらの人の誇りだと思うんです。この場所に自然や食べ物を育んでくれる綺麗な綺麗な清流長良川が流れとることはね。こっちに来て全ての流れが変わりました。生活のリズムや時間の流れ、そして人生そのものの流れも。そういえば都会で暮らしてた頃、嫁さんとよくこんな会話をしとった。いつか綺麗な水が近くにあるところで暮らそうって。